ブランチマイニングで繋がった洞窟を探検したいんけ。あ、やっぱりあらすじは毒舌キャラで行くんだね。ダイヤを吸うコテに入れ浮き足立つのかと思いきや、意外と冷静に立ち回っていた。私をなんだと思ってるんだ。エンチャント台の素材集めのため外出した引きこもりは、その道中村を発見し発狂したのであった。うん、発狂はしてないね。嘘つくのやめようか。さらに荒廃したポータル、村を二つ発見し驚きを隠せないのであった。さすがにこれは驚いたね。その後帰宅した引きこもり陰キャクソ野郎は、村から略奪した物資を使いエンチャ台、本棚を作成するのであった。悪口のレパートリー多すぎだろ。皆さんどうも、引きこもり陽キャの陽夢です。引きこもり陽キャとかいう謎のパワーワード、どうも霊夢です。今回は前回言った通り、まずは拠点周りを少し探検して、その後拠点下の洞窟を軽く湧き潰ししようと思います。防具も鉄フルになった指摘と戦えるようになってきたな。まああんたのことだし落下死するのがオチなんだろうけど。私のことなんだと思ってるのか。引きこもり陰キャニーと。これでも一応就職先は決まったんだからな。てか私のことはどうでもいいんですよ。どうでもよくはないだろ。まあとりあえず拠点周りの探索に行こうと思います。また村があったんだけど。マジか、もう四つ目じゃないか。実は前回から少し不安に思ってたことがあるんだけど。どうしたんだいきなり。もしかしたらこの世界シングルバイオームの設定になってるかも。マジかよ。この村は一旦置いといて急遽遠征に出かけようと思います。まだこの世界で平原しか見てないから他のバイオームを見つけようかと。この遠征で他のバイオームがあればただの思い過ごしで済むからな。もし私の不安が的中した場合。的中した場合自害しようと思います。どこまで行っても平原、村、全焼基地、荒廃したポータル、これしかありません。予想は的中。ということか、自害するってもこの世界はハードコアだぞ。敵にやられるならともかく、よりにもよって自害でシリーズ終了なんてことがあるのか、しかもまだパート3だぞ。ルールを破ることになるんだけど、この世界とはおさらばして、ちゃんとした世界に転生しようと思ってます。まあ、あんたがそれでいいなら私は止めないけど。せっかくダイヤも手に入れてこれから発展していくって時で、正直名残惜しいというかなんというか、とても複雑な気持ちではあるんだけど、これでは代わり映えしなすぎて動画にもできないので、私はこの世から退場しようと思います。どうしてこうなったのか。おい、感動的なシチュエーションにしようと思ったのに。全部自分のミスだろ。確かに。それでは最後にこの夕日を見てさよならとしますか。次はいろいろなバイオームがある素敵な世界に生まれ変われますように。無理やり感動的にしようとしててくさ。ここは、私は無事に転生できたのか。どうやらそうらしいな。かっこ新しいワールドを作成した。どうしてそんなめたいことを言うのか。さて、とりあえずまた最初からだ。前のワールドまでとはいかずともある程度この回で進めないと。パート3で進展なしなんて前代未聞だからな。今度こそ死んだらシリーズ終了です。今回の件は不慮の事故ということで目をつむっていただけると嬉しいです。これは低評価がついても文句言えんな。おいおい、村はもう勘弁してくれ。平原に村、ロケーションは前と一緒か。初期リスから近すぎてまた不安になってきた。ちゃんと設定確認してたしさすがに大丈夫だろ。ダークオークにジャングル。ここは天国か。別のバイオームを見つけただけでこの感動である。てかジャングルはシンプルに運がいいな。平原、白樺、ダークオーク、ジャングル、アカシア。さらに村と全焼基地もさっき見つけたので今回は単純にゴー&運ですわ。いい世界に転生カッコアラができてよかったな。さっきから小バカにされてるような気がするけどまあいいか。さて、ジャングルに洞窟があったのでここを仮拠点にしようと思います。絶対パンダのシーンいらなかったろ。はて、何のことでしょうか。なんだただのボケ老人か。誰が老害じゃ。仮拠点の洞窟が狭すぎたのでまた洞窟探しをしてます。前の世界みたいな広さは欲しいな。お、また新しい村か。感動薄れててくさ。この最序盤で村を発見できるのはかなり助かるんだけど、前の世界のせいで軽いトラウマになってるんです。この世界はいろんなバイオームがあることは確認済みだし、もう気にする必要はないだろ。うん、いい加減切り替えなきゃだね。さて、それではあの村にお邪魔してみましょうか。村のすぐ近くに洞窟らしき穴を発見。少し探索してみようと思います。パッと見はかなり狭そうだが。あまり期待はできないかも。
狭い割に意外と奥まで続いてそうだな。お、これは深すぎだろ。これは当たりだな。鍾乳石もあるから前世より当たりの洞窟かもしれない。よし、広い空間もあるしここを住処に決定しようと思います。村の近くに住むデメリットを発見してしまった。まあ見ての通りって感じか。はい、地上の湧き潰しもしないと村が壊滅してしまいます。いずれ全員地下帝国に招待する予定だから、今死なれると困るんです。全員招待するんだ。数人だけ拉致って繁殖させた方が早いか。あ、猫ちゃん。急に話題変えんな。さっき村のチェストから鮭手に入れたからこれで懐かせるぞ。ただの泥棒なんだよな。全然近寄ってきてくれないから強行手段に出ようと思います。追いかけ回すなかわいそうだろ。これはただの餌付けです。とても餌付けのシーンとは思えんな。待てこの野郎、鮭を食わせてやるって言ってんだ。止まれ。強制で草。鮭2匹で懐いたね。ラッキー。かわいそうに。お、これは私が求めていた巨大地下空間。この縦穴も村の近くなのか。村の近くというか真横だね。なんなら舗装された道も下にあるから村の一部まである。これはいいな。よし、転生して数時間で最強の時を手に入れたぞ。いつからあんたの所有地になったんだ。ここに住むと決めた瞬間です。自己中炸裂してて草。さて、村の湧き潰しもある程度済んだし、次は拠点になる洞窟の制圧だ。え、唐突な王様。あれはもしやスポナーか。ラッキー続きだな。声的にこれはゾンビスポナーかな。経験値トラップでも作って有効活用させていただきます。チェストは一つしかないのか。まだ序盤だし鉱石類でも入ってると助かるな。そういえばまだ防具もないんだった。今必要なものは特にないね。馬鎧は後々使いそうだしありがたいんじゃないか。サドルさえあればって感じだね。仮拠点に放置してたものを回収しに来ました。距離はそこまで遠くなかったな。仮拠点の座標メモっといてよかった。土地勘がなさすぎて絶対戻ってこれませんでした。ずっと動き回ってたから土地勘がないのは仕方ないな。時間がなさすぎて焦ってたのもあるね。でもまあ、拠点の場所も決まったし、最低限前世に近い形には戻せたから私は大満足です。まあミスした分はしっかり取り戻せたか。よし、ではこのアイテムたちを拠点まで運んでいきます。無事に引っ越しも終わって、これから少し鉄集めをしようと思います。標高が高いせいか石炭しかないからな。湧き潰しがてらこの奥に行ってみようと思います。え、マジかよ。スポナーの真横にスポナーとかありえるのか。しかも今回のはスケルトンスポナーだ。今回も豪運炸裂してんな。やっぱ日頃の行いがいいからですかね。引きこもりに日頃の行いもクソもあるかってんだ。鉄はなさそうだけどスポナーを発見できてとても嬉しいです。お、鉄にサドル、名札もあるやんけ。これでさっき手に入れた馬鎧も役に立ちそうだな。いやー、これは次回あたり死ぬかもしれんな。そのセリフ前も聞いたしさっき死んだばっかりだろ。ちょっと何言ってんのかわかんないすわ。前世カッコワラの記憶なくした。だいぶバタバタしちゃったけど今回も無事に終われそうです。しれっと馬捕まえてんのな。リードがなくて閉じ込める形になってしまいました。次回あたりにまたブランチマイニングで鉱石類を集めたいと思います。次こそ死んだら終了だからな。防具をしっかり整えておくに越したことはないな。せっかくこんなにもいい環境に巡り合えたし、現世では頑張って生き延びようと思います。それでは神ワールドだと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。何ルール破ってんだと思った方は低評価を。低評価の最速する実況者がどこにいるというのか。それではまた次の動画で、さようなら。